アメリカン航空11便テロ事件。アメリカン航空11便テロ事件。アメリカン航空11便テロ事件。アメリカンエラインズフライト11とは、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロで実行された一連のハイジャック一つであり、アメリカン航空11便がニューヨークのワールドトレードセンターのノースタワー1号棟に突入した事件である。被害に遭った。 旅客機はアメリカン航空のボーイング767から 223ER、機体機号 N334AA で、事件当時はアメリカン航空11便として運航されていた。同便はボストンのローガン国際空港からロサンゼルス国際空港へ向かうアメリカ国内線の定期旅客便であった。離陸後15分を経過した頃、 アルカイーダの5人のテロリストによって同期は乗っ取られた。ハイジャック犯は少なくとも3人を死傷しながらコックピットを制圧し、飛行機の操縦免許を持っていたハイジャック犯の一人が操縦した。そして震度を変えてニューヨークのマンハッタンに向かい、8時46分、ワールドトレードセンターのノースタワー1号棟の94から98階付近に激突した。機体は タワー内に完全に突入し、大規模な火災が発生した。衝突の衝撃と火災により、建物の構造上の強度が低下し、突入から102分後にタワーが崩壊した。これにより、事故機の乗員乗客92人全員が死亡しただけでなく、ワールドトレードセンターにいた多数の人々が巻き込まれて死亡した。アメリカン航空11便以下、AAA1 便と表記は、 アメリカ合衆国の国内定期旅客便でマサチューセッツ州ボストンのジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港からカリフォルニ州ロサンゼルスのロサンゼルス国際空港へ向かうアメリカ大陸横断路線であった。機材はボーイング767から 223ER で機体記号は N334AAAA。1987年に初飛行した機体であった。 当該機は、ファーストクラス、ビジネスクラス、コーチクラスの3クラス制で、定員は158人であった。この日は2人の運行乗務員と9人の客室乗務員、そして、ハイジャッカー5人を含め81人の乗客が乗していた。過去3ヶ月間において、火曜日の AA11 便の平均登場率は39%であったのに対し、この日の登場率は、 約51%であり、普段よりも乗客は多かった。a a 1 1便の機長は、ジョン・オゴノースキー、50歳、副操縦士は、トム・マク・グインネス、40歳であった。攻撃の首謀者であるモハメド・アタと、犯行メンバーの一人であるは、2001年9月11日の午前5時40分、東部夏時間以下同じ、メイン州ポートランドのポートランド国際ジェットポーに、 到着した。二人は、ボストン経由、ロサンゼルス行きの航空券を所持しており、ポートランドからボストンまでは、コルガンや5930便、そこから AA11 便に乗り継ぐ予定だった。彼らは、ポートランドで AA11 便の航空券も受け取ろうとしたが、係員に拒否された。あとは激しく怒り抗議したが、ボストンでチェックインするよう係員から求められたため、 まずボストンに行きの5930便に搭乗した。この時、アタは手荷物を2点預け、オマリーは荷物を預けなかった。搭乗手続きの際にが、アタの手荷物を追加検査するよう指示したものの、特に問題は見つからず彼らはそのまま搭乗した。5930便は、ポートランドを帝国の6時に離陸し、6時45分にボストンのローガン空港に到着した。 残り3人のハイジャッカー、もう6時45分に、ローガン空港に到着し、乗ってきたレンタカーを空港駐車場に止めた。この頃、同時多発テロの犯行メンバーの一人で、ユナイテッド航空175便の乗っ取りを担当していたも、同じローガン空港に。あるシェフは、あたと携帯電話で連絡を取ったことが分かっており、計画の結航の可否を話し合った可能性が示唆されている。 ウーア175便は AA11 に続いてワールドトレードセンターに突入するとになる。アタとオマリーはボストンで AA11 便の搭乗手続きを行った上で保安検査を受けた。ボストンでの慌ただしい搭乗手続きの際、航空会社の係員はアタの手荷物を AA11 便に乗せなかった。スカミ、ワイルアルシェフリ、ワリードアルシェフリの3人も ボストンで搭乗手続きを行った。スカミとワイルアルシェフリは一個ずつ手荷物を預け、ワリードアルシェフリは荷物を預けなかった。キャプスは3人の荷物を詳細に検査するよう指示した。キャプスのスクリーニング対象はあくまで手荷物であり、3人のハイジャッカーは保安検査場において追加の検査を受けることはなかった。AA11 便の出発予定時刻は7時45分で、 7時40分までに5人のハイジャッカー全員は登場していた。アタ、オマリー、スカミの座席はビジネスクラスで座席番号はそれぞれ 8D、8G、10バイトだった。ワイルアルシェフリとワリードアルシェフリの2人はファーストクラスで座席はそれぞれ2バイトと 2A だった。帝国より1分遅れの7時46分、a a 1 1便はゲート B32 から。 プッシュバックする許可を得た。7時59分、ローガン国際空港の滑走路 4R にて、AA11 便は離陸滑走を開始した。順調に離陸した AA11 便は、航空交通路管制センターの指示に従い、右旋回して、機首を西へ向けた。8時11分、機体は1分あたり、約1900フィート、約580メートルの上昇率で、 指示された高度2万9000フィート8800メートルへ向かった。事件後にアメリカ政府が設置した以下9-11委員会はハイジャックが始まったのは8時14分頃と推定している。8時13分29秒、マサチューセッツ州中央部を高度2万6000フィート7900メートルで飛行していた AA-11 便に対し、 ボストン航空路交通管制センターは、右方向へ20度旋回するよう指示し、同便から正常に応答があった。8時13分47秒、管制センターは、巡航高度3万5000フィート、1万1000メートルへ上昇するよう A11 便に伝えたものの、乗員の応答がなかった。通常の飛行であれば、おおむねこの頃にシートベルト着用のサインが消灯され、 客室乗務員がサービスの準備を始めるタイミングだった。レーダーによると8時16分頃に高度2万9000フィート8800メートルで機体は水平飛行に移った。8時19分、客室乗務員はアメリカン航空にハイジャックの第一歩を入れた。この報告を含め客室乗務員のエイミー・スイー・ニトベティ・オングがアメリカン航空と交信しており、 ハイジャック進行中の機内の状況を報告している。彼女らによると、ファーストクラスに登場していたワリード・アルシェフリとワイル・アルシェフリがまず行動を起こし、客室乗務員2名が刺された。9・1 1委員会の報告書によると、ハイジャッカーがどのようにしてコックピットに侵入したかは分かっていない。当時の連邦航空局の規定では飛行中のコックピットは施錠することになっていた。 したがって、ハイジャッカーはコックピットに侵入する目的で、客室乗務員を刺し、それによりコックピットの鍵を奪ったか、客室乗務員にドアを開けさせたか、コックピットからパイロットを誘い出したと、同報告書では推測している。そのタイミングで、ハイジャッカーの中で唯一飛行機の操縦免許を取得していた、あた、おそらくオマギーもコックピットに入った。その際、 座席番号9バイトに座っていた乗客のダニエル・ルインが視察された。ルインの座席はアタとオマリーの斜め後ろに当たる9バイトで、その真後ろの10バイト席はスカミの席だった。ルインはアメリカ生まれで10代後半をイスラエルで過ごし、アラビア語を介した。彼は IT 企業の赤マイテクノロジーズの創業者の一人であり、イスラエル国防軍の特殊部隊であるサイエレ・マトカルで、 主官を務めた経験があった。旧、11委員会の報告書によると、ルインは後ろにいたスカミに気づかずに、前の二人のハイジャック行為を止めようとした可能性があり、刺したのはおそらく、スカミだとされている。そして、ルインはこの日起こった、同時手発テロ事件の最初の犠牲者と考えられている。客室乗務員のオンは、アメリカン航空の運航センターと4分間通話し、 コックピットに連絡がつかず立ち入ることもできないこと、そして乗客が負傷したことを報告した。彼女はハイジャッカーの座席番号も伝えており、これは後に調査において犯人特定に役立った。管制センターは何度も AA11 便を呼び出したが、同期が応答することはなく、8時21分、位置や飛行高度などを知らせる AA11 からのトランスポンダ信号が途絶えた。 8時23分には、アメリカン航空の運航統制室が、AA11 便のコックピットと連絡を取ろうとしたが、成功しなかった。8時24分、アタは乗客向けに放送を行おうとした。しかし、彼は、捜査を、誤り地上、管制センターとの回線を開いてしまい、それに気づかずこう言った。受信した、管制官は、何のことか理解できなかったが、数秒後にアタは、 以下のように続けた。管制センターは AA11 便がハイジャックされたと理解した。8時25分から32分までの間に、ボストン管制センターは、連邦航空局の手順に従って、ハイジャックの報告を開始した。8時28分には、当時バージニア州にあった、航空交通管理システム指令センターに AA11 がハイジャックされた可能性を、 完成センターから報告している。この間、AA-11 便は、高度3400万400フィート、約1400万400メートル付近へ上昇し、8時26分頃に、左旋回して南へ変身した。8時30分頃には、南南西に進路を調整し、高度29000万フィート、8800メートルで、飛行した。8時33分59秒。 ボストン管制センターは、AA11 便から3度目のアナウンスを受信した。8時37分8秒、付近を飛行中のウーア175便に、AA11 便を探す、両管制官が依頼した。ウーア175便はこの時点ではまだハイジャックされて、おらず、AA11 便を指認したパイロットは、その位置と方向を返答た。この直後、AA11 便は1分間に、 約3200フィート、約975メートルという平均降下率で降下を開始した。そして南に変身して、ニューヨークに向かった。8時37分52秒、ボストン管制センターは北、た、アメリカ航空宇宙防衛司令部の下部組織であるに、直接連絡を取り AA11 便がハイジャックされたことを通告した。 AA-11 便のハイジャックに関して軍に届いた第一報だった。北東防空セクターはマサチューセッツ州ファルマスにあるに、海 -15 戦闘機2機のスクランブルを指示した。同時に、ハイジャックの知らせは北東防空セクターからノラドの司令部へと順々に伝達された。8時46分、オーティス空軍基地の戦闘機2機に発進許可が降りた。この時、 北東防空セクターは問題に直面していた。トランスポンダが切られた AA-11 を見失い、2機の F-15 に行き先を指示できなかったのである。北東防空セクターでは、レーダーで必死に AA-11 便を探した。8時50分を過ぎた頃、AA-11 便がワールドトレードセンターに衝突したとの情報が同セクターに届いた。8時53分。 離陸したクマイナス -15 は空中待機に入っていた。8時46分に40秒、AA11 便はニューヨークのワールドトレードセンターのノースタワー1号棟に突入した。AA11 便はタワーの北面から94階から98階のあたりに衝突した。衝突時の速度は時速466マイル。 時速約 750km と推定される。衝突部分を中心に外壁や床などが破壊され、機体のすべてはタワーに飲み込まれた。さらに機体の破片の一部はタワーを貫通して反対側に飛散した。これらによってタワーを支える構造材の一部が破壊された。AA-11 便は衝突時におよそ1万ガロン。 約3万8000リットルのジェット燃料を搭載していた。機体全体がタワー内に入った直後、飛散、気化した燃料に引火して巨大な火球が発生した。火球による圧力波はエレベーターシャフト、昇降炉内を通り、少なくともコンコース階と23階のシャフトの壁が破壊された。衝突部に飛散したジェット燃料は最初の数分で燃え尽きたと考えられているが、 建物内の設備や機体残骸などの可燃物に引火して火が広がった。マンハッタンを低空飛行する AA-11 便は多くの人々に目撃された。ニューヨーク市消防局の副所長を務めたウィリアム・ウォルシュは次のように証言している。旧11委員会の報告書によると衝突の瞬間に数百人が死亡した。ノースタワーでは 衝突部より上層階からの脱出経路がすべて破壊されてしまった。九十二階から上の階段の吹き抜けとエレベーターが通れなくなり、三百四十四人が閉じ込められた。閉じ込められた人たちは火災の熱と煙により、そしてその後のタワーの崩壊に巻き込まれ、命を失った。激しい高温や煙に逃げ場をなくし、タワーから飛び降りて亡くなった人が二百人にも上った。 AA-11 便の激突後、消防や警察の動きは早かった。8時48分にはニューヨーク市消防局が26部隊を出動させた。8時49分から50分にかけて、上空からの情報収集のためのニューヨーク市警察が交代を出動させたほか、緊急対応部隊を派遣した。フランス時に映画監督のと、 セコイミンのパヴェル・フラワが衝突の瞬間を映像に収めていた。ノーデラは地元消防士に関するドキュメンタリーを取材している最中だった。また、アーティストの設置したウェブカメラも AA11 便がノースタワーに衝突する様子を捉えていた。このカメラはインターネットアートのイベントの一環としてニューヨークのブルックリンからローアーマンハッタンを4秒おきに撮影していたものだった。 8時48分、CNN がワールドトレードセンターの災害の第一報を流した。事件直後は報道機関も混乱に陥り、しばしばアドリブによる対応が見られた。CNN で最初に本事件を報じたニュースキャスターのは次のように切り出した。その後、CNN のニューヨーク支局と電話が繋がりそれが放送された。電話の相手は 財務担当副社長であるシーン・ムルターで、彼は大型ジェット旅客機がワールドトレードセンターに衝突したとべた。AAA11 便の衝突直後は小型機による事故との見方もあった。事件発生の朝、当時のアメリカ大統領ジョージ W ブッシュはフロリダ州サラ・ソータの m マイ・ブッカー小学校を訪問してた。ホワイトハウスから大統領への AA11 便に関する最初の報告は、 ブッシュによると、小型の総発機による事故という内容だった。9時3分、AA11 便同様にハイジャックされた、ウーア175便がサウスタワーに突入した。AA11 便の突入後、炎上するワールドトレードセンターを多くの人が撮影しており、ウーア175便の突入の瞬間を捉えた、カメラは100台にも上った。2機目の旅客機が突入したことで、 アメリカが何者かの攻撃を受けているという認識が固まった。二つのタワーは激しく炎上し続けた。9時15分の時点で現場で活動中の消防隊は30、出動命令が出た部隊は121に上った。AA11 便の突入から70分、UA175 便の突入から50分が過ぎた9時59分、まずサウスタワーが崩壊した。 そこから約30分後、a a 1 1便の衝突から102分後となる10時28分、ノースタワーも崩落した。後の調査によると、衝突による建物への衝撃に加え、旅客機が搭載していた大量のジェット燃料により、大規模な火災が続いたことで、構造上の強度が低下し、崩壊に至ったと考えられている。ワールドトレードセンターに集まっていたレスキュー隊は、 崩壊当日から犠牲者の捜索活動を開始した。捜索の過程において、飛行機の座席と思われる残骸に拘束された状態の遺体が見つかったか、両手が拘束された客室乗務員の遺体も発見された。これにより、ハイジャッカーがプラスチック手錠を使用した可能性があることが判明した。収容された遺体については身元確認作業が進められ、 a a 1 1便の犠牲者のうち33人の身元が1年以内に特定された。2003年3月には AA11 便のハイジャック犯のうち2名の遺体が確認され遺族感情に配慮してメモリアルパークの外へそれらの遺体が移された。残りのハイジャッカーの遺体片は特定に至らず身元不明の遺体と共にメモリアルパークに埋葬されている。 2005年2月23日、ニューヨーク市の検視官事務所は鑑定作業の終了を発表した。同事務所によると、この時点までに東海現場から19,916個の遺体片が回収された。歯型や指紋の称号や DNA 鑑定によって身元確認が行われた。全犠牲者は2,749人のうち、 鑑定終了までに遺体が確認できたのは1588人にとどまり、科学技術が進歩した際に作業が再開できるよう、身元不明の遺体片9720個は厳重に保管された。その後も新たに身元が確認されたり遺体片が発見されたりしている。2006年には遺族から提供された DNA サンプルを利用して、 AA11 便のフライトパーサーを含む3名の犠牲者の身元が判明した。一方で新たな遺体変も発見されており、この時点で遺体が確認できた犠牲者は1601人で、全2808個の遺体変に対して、身元が判明したのは1957個であった。翌年の4月にも、新たな DNA 検査技術によって、AA11 便の犠牲者1名の遺体が、 特定された。この日同じ頃、AA-11 便、u ア1 7 5便の他にも2機の旅客機が、次々とハイジャックされ、すべてビルに衝突したか墜落した。一連のテロ攻撃は、アメリカ同時多発テロ事件と呼ばれることとなる。つかみのパスポートは、衝突後に瓦礫と共に地面に落下していた。ワールドトレードセンターの崩壊直前に通行人が、 このパスポートを発見し、ニューヨーク市警察に届け出た。また、アタの住宅種荷物は、実際には A11 便に搭載されなかったため、事件後に調査官に押収された。カバンの中には、オマリーのパスポートと国際運転免許証があったほか、折りたたみナイフと唐辛子スプレー、そして、ボーイング757のフライトシミュレーターのビデオテープが入っていた。 事件から3日後、アメリカ連邦捜査局は AA11 便を含むハイジャック実行犯を容疑者19名の氏名を特定し発表した。容疑者の国籍はサウジアラビアが15人、アラブ首長国連邦が2人、レバノンとエジプトが各1人であった。このうち7人がアメリカの民間飛行学校で飛行機の操縦を学び、小型機の操縦免許を取得していた。 犯人たちは数年かけて事件の準備をしていたことから事件を阻止できなかった FBI やアメリカ中央情報局に批判が集まった。このテロ攻撃の後 AA11 便は便名が変更され同時刻に出発するロサンゼルス行きはアメリカン航空25便となった。事件から約3ヶ月後の12月13日、アルカイーダのリーダーであるウサーマ・ビン・ラーリンは ビデオメッセージを公開した。彼はその中で衝突害とその上層部を破壊することを狙っていた。ワールドトレードセンターへの攻撃は予想以上の成果を上げたと発言している。事件から10年以上を経た2013年4月26日には、ワールドトレードセンター跡地の近くで、ボーイング767の主翼のフラップ構造の一部と、膠着装置の一部が発見されている。 AA11 便とウーア175便のブラックボックスは発見されていない。AA11 便を含む2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロを構成に伝えるため、ワールドトレードセンターの跡地に国立9.11記念博物館が建設された。同施設はメモリアルパークと博物館で構成される。メモリアルパークは 2011年9月11日に事件50周年の式典が開かれ、その翌日から一般公開された。そして2014年5月15日に博物館の開館式が執り行われた。この施設には犠牲者の名前を刻んだパネルが設けられ、公園内のノースプールのパネル番号を N-1、N-2、そして N-74 から N-76。 晩までに AA11 便の犠牲者87人の名前が記されている。注意5人のハイジャッカーは除く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。